関東鉄道上層線。上層線は、茨城県取手市の取手駅から同県畜生市の下立駅までを結ぶ関東鉄道の鉄道路線である。路線名は、沿線が旧日立国と旧下宇佐国にまたがることに由来する。関東平野のほぼ中央、利根川水系の木の川にほぼ並行して南北に走る、全線非電化の路線。 三津海道駅を境に伏線化されている南側は、他社線との乗り換えにより、東京への通勤を担う路線としての性格持ち、北側の単線区間は、田園地帯を走って、絹川沿いの集落を結ぶローカル線の性格が強い。もともと各市街地を除いて、沿線のほとんどが田園地帯であったが、1960年代に、東洋観光工業造成の住宅街、 新取手が開発されて、以降、1970年代から1980年代に、かけ、上層ニュータウン、新森屋、南森屋や,や、パークシティ森屋、南森屋、都等など大規模開発により、ベッドタウン化が進んだ。急増した人口に対応すべく、日本住宅公団などから、資金分担を得て、全線単線であった路線の打ち取り手、 三つ街道館も1980年代までに伏線化している。全線非電化なのは、茨城県石岡市にある気象庁地磁気観測所との兼ね合いの結果で、かつては地磁気観測に影響を与えない、直々デッドセクション方式による直流電化を目指し実験を行ったものの、際は交流電化を参照、変電所が多く必要になり費用負担が大きくなる。 ことが判明、当面非電化での営業を続けるとしたためである。1990年代以降は、高出力の新型機動車を相次いで投入し、スピードアップを図っている。2005年には、つくばエクスプレスが開業し、途中の森谷駅も東京方面への乗り換え駅になるなど環境が変化している。サイクルトレインを実施しており、 三津海道駅大田号駅間で9時30分から14時30分に乗車する場合に限って1人1台まで自転車を無料で列車内に積み込むことができる。IC カード、パスもスイカが利用できる。ただし、龍ヶ崎線を含め交通系 IC カード全国総合利用サービスは対象外である。1911年、明治44年。 上総鉄道線の敷設に際し、下立三津街道ふさぬの計画案と、下立三津街道取りの計画案がほぼ同時期に申請され、両者の話し合いの結果、さぬき計画案の事業者が申請を取り下げたため、現在の路線が建設された。モバイルスイカでの窓口生産はできない。パークライド駐車場として、石毛駅北にあるカキの8駅で利用者が無料で、駐車できる。 駐車場がある。この駐車場を利用するには、駐車した旨を駅係員、または乗務員に申し出る必要がある。普通列車と快速列車が運行されている。大胸取出駅三津道駅間の複線区間と、三津道駅下立駅間の単線区間で、運転系統が分離されており、取出側は運行密度の高い通勤路線、下立側は少ない運行本数に、 快速運転を織り混ぜたローカル路線となっている。もともとは全列車が各駅停車で運行されていたが、つくばエクスプレス開業に伴い、森や下館間にて快速列車の運行を開始している。全区間でワンマン運転を行う。複線区間では運賃収受を駅で行い、単線区間では運賃収受を列車内で行う。下館駅のみ。 ホーム上にある改札で生産できる。伏線、単線両区間を直通する列車もあるが、行き先表示に、三街道乗り換え下も立三街道乗り換え取り手などと、実際にはその列車自体は直通しない行き先が、並列で表記されている場合がある。それらの列車は、三街道駅にて、乗り換えのしやすい、接続列車が出ることを示しており、一部の、 時刻表サイト等においては、この、三津街道乗り換え表記の列車とそれに接続する、列車の2本を直通の一本列車として扱っている、ところもある。なお、乗り換え列車が、森谷駅発着の場合は、森屋乗り換えのような表記はされない。駅形質の時刻表や関東鉄道が配布している、路線時刻表では、三津街道乗り換えの列車はあくまで、下立、下妻行きであり、 三津街道での乗り換えを要する旨が記載されているほか、森谷駅からの接続列車がある場合についても記載がある。つくばエクスプレス開業に合わせて行われたダイヤ改正で、鳥出駅三津街道駅間の列車が原則として2両編成となった時には、三津街道駅を越えて、下妻、下立方面へ直通する列車が約半数となったが、2005年12月のダイヤ改正以降、 日中の直通運転は再び減少していた。2017年3月4日より一部を除く日中の列車が全線直通運転となった。これにより、鳥出駅三つ道駅間の日中の運行が一両編成となった。2005年8月24日から運行を開始した。運転開始当初は朝に上り3本、夕に降り3本の計算往復。 2005年12月10日のダイヤ改正で1日6往復に増発され、運行時間帯が日中にも拡大した。平日朝、夕のみ、鳥手下立館を直通運転し、それ以外の時間帯をび、土休日は森谷下立館の運行されるほか、早朝に下妻発下立業が1日1便運行されている。なお全線を直通する列車も鳥手森谷間は、 各駅に停車する。森谷下立の最短所要時間は44分で、森谷で着くば、エクスプレスに乗り換えることができるため、森谷北では上層線経由で東京へ向かう時間が大幅に短縮された。ただ、単線区間からの旅客増加には成功したが、大幅な収益増につながる数値ではない。快速といえど、先行する普通列車を、 途中駅で退避させての追い抜きは行わない。ただし、森屋駅は追い抜き対応に改良されているほか、石毛駅にも退避線を設置するスペースが準備されている。また、通過駅を通過する際に、ポイントの速度制限があり、その都度減速をしている。これを改善するため、2007年度に、大砲駅へ行き違い設備の新設を行ったほか、2009年度には、 単線区間各駅の同時進入改良工事が実施されているが、さらなる高速化と多頻度化を求める声は多い。2011年度以降、新車投入や設備改良を行い、終日おおむね毎時上下どちらか一本の1日中、往復を目標に増発する計画がある。つくばエクスプレス開業以前、上層線内各駅から都内へ向かう際は、取り手で、 JR 常磐線に乗り継ぐのが一般的なルートであり、鳥出駅は船内最多の乗降客数を誇った最盛期には3万人近く、現在は1万6千人ほど。輸送密度が最も高い区間も鳥出から西鳥出間であり、上り列車は鳥出駅に近づくにつれて車内が混雑し、下り列車は鳥出駅から遠ざかるほど車内が換算としていく。 ピラミッド型の通勤路線であった。しかし、つくばエクスプレス開業後、取り出一辺倒だった利用者は、つくばエクスプレス線との接続駅である森屋との間で分散したが、都心への所要時間が短く、つくばエクスプレス快速イコール秋葉原森屋間、約30分、JR 常磐線快速イコールへの取り出間、約40分、ターミナルも、 より都心部に近い筑波エクスプレス線を利用する流れが強まっている。現在の乗降客数トップは森谷駅となった。この結果、従来森谷駅付近から上層線と上番線で都心に向かっていた利用者を筑波エクスプレスに奪われたほか、森谷取出間だけ上層線の乗車距離が短くなった分、トータルで減収となるため、ワンマン化、運賃値上げや、 海速の設定で、三海道以北からの利用者の掘り起こしを図るなどの対応策を打ち出している。上層線の近年の輸送実績を過表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。上層線の近年の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。料金箱や、 整理券発見機などは設置されていないものの、運用される車両はすべてワンマン及び快速運転に対応している。2005年8月24日のダイヤ改正で、三津海道以北への直通運用が増加し、三津海道下立間においては、車掌が乗務している。ただし三津海道、石毛、下妻、下立の駅員配置駅しか停車しない快速列車については、 ワンマン運転となっている。その後、同年12月10日のダイヤ改正では、利用実態に応じ二両編成の三津街道以北への直通が減少し、一両編成列車主体に戻されている。2017年3月4日より、日中の取手三津街道間は一両編成での運行となった。元国鉄機ハ2 0系機動車の車体申請者。 新潟鉄工所製の001-008の8両が在籍。履歴上は申請扱い。工述の機破310型と携帯的に似ているが、側ドアがステンレス化されて窓が大きくなったほか、乗務員室、ドア脇の雨どいが埋め込まれ、貫通路にホロがつくなどの違いがあった。前頭部の貫通路は在来車と同じく手すりのみだった。 また、キハ9 0 0系以来久しぶりに行き先表示器が全面に取り付けられている。取出駅列車衝突事故後に貫通路脇の手すりの使用をやめ、その代わりとして、ホロによる連結に改造されたため、全面の印象が変わった。さらにワンマン運転に向けてワンマン化改造が施され、角度は上部に LED の駅名案内表示器が新設された。 申請時から001プラス002といった固定編成で蘇生され、半永久連結器での連結を基本とするが、3両編成に蘇生される場合は、非運転台側の連結器を密着自動連結器に交換の上、蘇生される。元国鉄機十16.17型機動車の車体申請者、全八両のうち2位型鉄工所にて、 車体更新を受けた313から318の6両が在籍。履歴上は改造扱い。体営車両で更新された311と312はすでに廃車となっている。客室ドアは申請当初は構成の小窓だったが、後にステンレス製の大窓に変更されている。前面上部には当初は行き先表示器が設置されておらず、 シールドビームに灯が設置されていたが、後にキハレー型と同様の形態に改造をされた。また当初は貫通ホロによる連結を行っていなかったが、キハレー型と同様にホロ付きに改造されている。ワンマン化改造に伴い、角度は上部に LED の駅名案内表示機が新設された。新潟鉄工所製の自社発注車、1993年。 1995年から1996年、2101から2112の12両、自動空気ブレーキを使用しているため、在来車と並結化。二次車、2105から2108以降は、LED 式方向膜を装備、側ドアのドアエンジンもコンパクト化されたほか、冷房の吹き出し口の増設や乗務員室扉下に、ルーバー新設など細部が変更されている。 上層線で初めて車椅子スペースが設けられた。その後、ワンマン化改造に伴い、角度は上部に LED の駅名案内表示機が新設された。新潟鉄工所製の自社発注車、2000年から2002年、2301から2310の重量。基本仕様は2100型に準ずるが、電気指令式ブレーキを装備しているため、在来の多形式とは並結できない。 外観上は、運転席側面の小窓の有無で、区別できる。その後、ワンマン化改造に伴い、角度は上部に、LED の駅名案内表示機が新設された。ただし、三次車、2309.2310は、新生児より、ワンマン運転対応である。すべて両運転台のワンマン車両で、車内に料金箱や、整理券発券機などを有する。 かつては、三津海道下立館の限定運用だったが、つくばエクスプレス開業後に、複線区間の森谷駅まで乗り入れるようにり、ダイヤ改正ごとに運行本数が増加している。新潟鉄鋼所製の自社発注車、2201から2204の4両、単線区間の無人駅では前ドア1箇所が、乗降口となるため、運賃収拾をしやすくするため車端部の扉を、 片開きとし、乗務員室側に寄せている。快速運転対応。新潟トランシス製の自社発注車、2004年二2401から2406の6両。キハ2200型をベースに、電気指令式ブレーキ化や、保安ブレーキの二重化のほか、新生児より、角度は上部に、駅名案内装置を設置した、両運転台の車両。快速運転対応。 新潟トランシス製の自社発注車2009年代5001から5004の4両が在籍。キハ2400型をベースに新型エンジンや台車、塗装の変更など従来車と差別化を図った快速運転対応2016年度に2両を導入新潟トランシスにて製造の両運転会社2017年2月25日より 営業運転を開始。日本車両製の自社発注車。DD502 の一両。セミセンターキャブのロット式ディーゼル機関車。昭和49年の貨物営業廃止後は、取手三津街道館の複線化工事に伴う貨車の、牽引、下立三津街道車両基地間の上渡車両、新生車両の改装に用いられており、稼働することは少なくなっている。このほか、 臨時のイベント列車を牽引するほか、三津街道車両基地内での体験乗車などにも用いられている。関東鉄道グループのロッド式ディーゼル機関車として、他に、筑波鉄道にセンターキャブの DD501 系、新三菱重工製、鹿島鉄道にセンターキャブの DD901 系、日本車両製があった。上層筑波鉄道の時代の1950年代から、 自動車導入を本格推進し、関東鉄道成立後に至るまで、自社発注車、国鉄払い下げ車、客車や電車の改造など様々な手段で、軌動車を調達。特に、上層線は、東京に最も至近な路線であることから、輸送力増強策として、総括制御の大型軌動車導入が、積極推進され、小田急電鉄や南海電気鉄道からは、 平坦線では持て余されることの多い長距離用の2、エンジン起動車まで調達して、無動力トレーラーを牽引できる通勤仕様に改造した。1950年代 -1960 年代の起動車導入の旺盛さでは、関西、滋賀県の江和下鉄道と並び称される存在で、中古車の払い下げ調達ではしばしば競合したという。 1969年の江和歌鉄道線廃止時には、同社からも中古車を大量購入している。キハ42002型からキハ900型はすべて、上層筑波鉄道時代に、日本車両製造東京支店で申請された車両である。いずれも、バス窓で製造された。キハ500.800900型は、製造時からステップは取り付けられていなかった。 全駅茨城県に所在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。